ブロラのお時間になりました。本日のテーマは売ってくれてありがとうということで、新商品のキャンペーンしてたんですけど、ちょっとねお客さんから連絡があって、なんか3つ買ってくれたんですよ商品。今回その新商品キャンペーンとプラスこれも合わせて勉強するともっと深掘りできるよみたいな感じで2つ、だから合計3つ一応出したんですよね。で1個のその新商品は一番安く出したんですけど、で見つかっていただいて、なんかその2つはメール届いてたんだけど、もう1個がねメール届いてないみたいな感じで、あの確認お願いしますみたいに来て、で商品また納品したんですけど、でこの度はありがとうございます、対応ありがとうございますみたいな感じで、今回売ってくれてありがとうございますみたいなねメッセージいただきまして、いやいやこちらこそありがとうございますみたいな話なんですけど、この商品をこう販売しているのに売ってくれてこうありがとうって言われるっていうのは、普通じゃないというか、なんですかね、普通っちゃ普通だし、普通じゃないっちゃ普通じゃないですよ。それをブログで書いたんですけど、どういうことを書いたかっていうと、なんですかね、一言で言うと稼げない人はそのなんですかね、くれくれ政治なんですよね。あとは、なんですかね、要は、僕が有料の商品をこう売っていくわけなんですけども、いや、お前に1円も払いたくないけど、無料の情報は欲しい、儲かる情報は欲しいと。1円も払いたくない。だけど、無料の情報だけは欲しい。くれですよね。自分は1円も払いたくない。だけど、くれくれくれ。で、じゃあこのくれくれ、これを俗に言うくれくれ星人とも呼んだりするんですけど、じゃあこのくれくれ星人がビジネスをした場合どうなるかっていうと、どうなると思います？そもそもくれくれっていうのがもう前提条件、本質なわけですから、ベースなわけですから、その人がビジネスやった場合、お客さんに金くれなんですよね。わかります？金くれっていう。どうやったら売れますかみたいなね。どういうコピー書けば売れますかみたいなね。くれくれ、お金欲しい、お客さんがくれみたいなね、はい、だから続かないってことですね。で、これね、僕が出版してる本でも書きましたけど、最後の後書きでね、インターネットビジネス最強の戦略、マーケティング戦略はもうギブすることなんですよ。だから先に何かを提供できないと、もう正直無理です。はっきり言います、先に何か無料でギブをできないとビジネス無理です。で、僕もなんでありがとうって言っていただけるのかっていうと、少なくとも日々の無料コンテンツのこの常にこうやってるからなんですよね。なんかそれを最後まとめでね、分かりやすく書いたんですけど、なぜ僕たちは Google を使うのかって話なんですよ。 Google なんかもネットビジネスっていうか、ネット界を牛耳ってるの Google っすよね。どうですか、 Yahoo の検索アルゴリズムも Google だと今思うんですけど、Google がもう全世界のなんかもうネット牛耳ってるじゃないですか。その牛耳ってる、もう支配しているね、 Google が何やってるかっていうとね、無料のGmail、 無料で YouTube、 Google ドライブ、ドロップボックスって今もあるのかな、ドロップボックスって無料枠2ギガぐらいなんですよ。で友達紹介すると8ギガまでいったかな。で Google ドライブってもう15ギガなんですよね、無料で。すごいですね Google ドライブ。あと Google Earth とかね、無料ですから。Google マップは僕いっぱい使ってますけど、無料ですよね。とにかく無料がやばいですね、Google は。そりゃみんな Google 使うじゃないですか。ね、無料のコンテンツ、無料のそのツールだったからめちゃめちゃ提供してるわけですよね、Google って。だからみんな Google 使うんですよ。で、みんな Google が使うからそこにトラフィックが集まります。みんな Google、そのね、フリーのものを僕たちはみんな Google 使います。だから Google の検索も使うし、ね、だからそこにトラフィックが集まる。じゃあトラフィックが集まるからそこに広告を出す人がいっぱいいるわけじゃないですか。利用者がいっぱいいるからね。で、Google がやってることは、広告でもほとんどすげえ売り上げ上げてますけど、じゃあなんでそこにトラフィック、Google の検索エンジンがよく使われるのかっていうと、こういうこと、こういう活動をやってるからですね。Google が何も、だから無料、そもそも検索エンジンも有料じゃないです、じゃないですか。ね、それも検索も、そもそも論として検索するのも無料なんですよ。わかります？じゃあ検索結果を表示させるとか、これどんだけ今はもうあれかもしれないですけど、一番初期とかどれだけ開発コストかかってるのかって、その相当ね、そのネット上のあれを
どう上こう表示させるのかと相当まあ開発したと思うんですよね。でもそういう開発したものとかそういうのを僕たちは無料で使えるわけじゃないですか。検索したらすぐ出てくるっていうね。だから検索エンジンそのものも1単語100円とか課金されないですよね。どうですか、1単語検索すると検索料100円ですとかかかんないですよね。いくらもう100万回検索しても1億回検索しても無料じゃないですか。どうですか、Google がやってること自体がもう全部無料なギブなんですよね。だからそのギブができない人っていうのは、お金を稼ぐこと、ネットでお金を稼ぐことはね、もうそもそも難しいですね。なんか僕もいろんな人見てますけど、まあ短編、短編的にはあるんですよ。一時的なトレンド、まあいろんな稼ぎ、ネット上ではいろんな稼ぎ方がありますから、トレンドに乗ってパーンって稼げる場合もありますけど、10年、20年、30年稼ぎ続けてる人っては、ギブしてる、コンテンツしっかり提供してる人じゃないと無理ですよ。僕がね、まあその一般的に、まあこのブロラの再生数も全然ないわけじゃないですか。で、他の動画もほとんど再生数ないですよね。で、この再生数がない中ね、僕もう7年やってんですよ。で、もうほぼ10割コンテンツビジネスの売り上げで飯食ってますからね。で、なんでこの再生数でも売り上げが7年ずっと上げ続けられてるのかっていうと、もうシンプルです。とにかくフリーコンテンツを作ってるからです。もうここにつきます。で、僕がフリーコンテンツ作んなかったらまあ無理ですよ。稼げないですよ。もちろんその稼ぐための戦略、戦術、その、マーケティングはありますよ。セールスどういうふうに売っていくのかっていうね、どう教育してどう売っていくのかっていう、それはもちろんあるテクニカル的な部分もあるんですけども、もうコアのコアですよね。そのコアのコアっていうのはどこにあるのかっていうと、やっぱり先に提供する、フリーコンテンツをしっかり提供するっていうことをやってるからですよね。日々、多分 YouTube の動画も日々なんか更新してません？多分。更新しない日がないと思うんですけどね。まあ、このブロラも始めてもう毎日更新だし、まあ、ブログもね、記事は3年毎日更新してますし、そう。まあ、あとは、なんですかね。インスタか。インスタこの前ね、ちょっとメッセージいただいたんですけど、まあ、インスタもほぼ毎日僕投稿してるんですよ。インスタも5000ぐらい、5000何本投稿してますけど、なんかコメントにあったのが、私は、インスタって今音楽入れられるんですけど、私はインスタ見るとき音楽聴かないんですけど、吉谷さんのその音楽チョイスがめちゃめちゃ気に入ってて、吉谷さんの投稿を見るときは音楽聴くようにしてますみたいな、ありがとうございますみたいな。嬉しかったですね、それも。なんか僕だけなんか音楽聴いてくれるみたいな。それも日々僕がそのね、インスタでもコンテンツ提供してるからですよね。でもちろんね、まあ、ブログにも書きましたけど、そのギブを自動化することもできるんですよ、ネットは。まあ、ステップメールでギブをね、フリーコンテンツを自動化して、この信頼関係を構築するっていうのは自動でできるわけですから。だからそれもいいんですよ。だけど、そういう概念がない、ステップメールでギブをする、その中にしっかり信頼関係を構築する上でのちゃんとコンテンツをこう入れるみたいな概念がない人っていうのは、売れないですよね。例えば、メルマガ登録、すいません。僕はステップメールでやってないんで、すいません。僕の場合はステップメールでやってないから、登録後直後にキャンペーンやってればセールス入りますけど、すいませんね。でもそのステップメールで売るんだったら、そこでそのギブコンテンツをちゃんと作っていけば、ちゃんとその自動でギブできるわけですよね。でもその概念がないんだったら、登録直後になんか買ってくださいみたいなね。なんすかね。リストを取るときも大体鉄板としてはプレゼントをやってるわけじゃないですか。で、プレゼント作りません。ね、とりあえず LINE やってるんで登録してくださいみたいな。登録しづらいですよね。そこに無料プレゼントが何か、そのメリットをまず先に出すことによって、リストも獲得できるだろうし。だから基本的に先出しなんですよ。ね。だけど先出しなんだけど、稼げない人は、先出しじゃなくて先にくれなんですよね。だからこの順番がそもそものと違う。稼げない人はそもそもこの順番が逆転しちゃってる。稼ぐためには先に出さないといけないのに、稼げない人たちっていうのは先にくれなんですよ。それは無理だよっていう話で。
申し訳ないけど無理です。でもそういう人たちも稼げるノウハウがあったりするんですよ。だからトレンド時流に乗ってちょっとやってなんかバーンって稼ぐ方法もあったりとかするんで、でもそういうのは多分続かないんですよ。例えば昔トップバズみたいなのありましたけどね、トップバズももうなくなりましたからね。そう。あとはまあ YouTube で言うならば昔コピペしてエンドロール動画、これもなくなりましたから。僕が教えたいのはずっと継続的に永続的に稼ぎ続けるビジネスを教えたいんですよね。だからまあ稼ぎ続けたいんだったらやっぱギブするっていうのは根本的にやっぱマインドセットというか、まあ、それがもうルール、先にギブするっていうことがもう絶対条件っていうことをしっかり認識していただくといいと思います。で、先にギブするのが嫌だってことだったらすいません、やんない方がいいと思います。ビジネスをやらない方がいいと思います。なんかちょっとやってなんか儲かる方法を探した方がいいと思いますし、僕じゃないと思うんで、ギブするの嫌ですみたいなね、僕じゃないので、もうギブが最低条件です。ただしここで大事なのはね、ギブしたから売れるっていうわけじゃないんですよ。前ね、僕の塾生さんでね、ちょっとご意見いただいたんですけど、めちゃめちゃギブしてるのに吉谷さん売れないんですよと。だギブするのは当然なんですよ。で、その売り方はまた勉強しないといけないんですよ。そう、ギブしたら絶対偏方性の法則でギブしたら必ず売れるっていうわけではないので、売り方はしっかり勉強しないといけないんですよ。それはまた別枠です。だこれもね、勉強してないと、まだ勉強が浅いと、ギブすれば売り上げが上がるみたいな、なわけないので。中にはね、まあだから要はクレクレ星人がいるわけですから、もう、もらって終わり。プレゼン、だから例えば無料プレゼントをもらうためにメルマガ登録してもうすぐ解消っていう人もいるわけですから。だからそのギブしたら必ず売れるっていうわけではないですけど、根本的なそのところですよね。その前提はギブが当たり前、先に出して当たり前ですっていうぐらいのマインドセットがないとダメかなって僕は思いますけどね。結構ね、そのまだ勉強が浅い人はギブすることに酔いしれちゃったりするんですよ。で、僕たちはボランティアやってるわけじゃないので、ちゃんとしっかりとセールして売らないといけない部分もあるわけじゃないですか。だからそこはね、別枠で考えるべきですね。ギブはもう標準デフォルトですね。フリーコンテンツは当たり前デフォルトで、毎日日々そのフリーコンテンツを作りたくないんだったらそれを自動化してしまうってことですね。で、それ自動化できますので、まあ僕はまあ今自動化してないですけどね、日々作ってますけど、ただまあ今なんか YouTube の予約投稿がありますので、まあ撮れる時に撮っちゃって予約投稿して、まあ半自動化ですよね。だから1日何もしませんっていう時もありますよ。だって予約投稿、まあできる時に予約投稿バンバンしとけば1日空けることもできますから。まあ Q&A はねリアルタイムですけど、だから リアルタイムでやらないといけないのは Q&A ぐらいかな。すいません。リアルタイムは本当 Q&A だけです。リアルタイムは。だってブログの投稿も YouTube の投稿もメルマガの、発信も全部予約できるんで、別にリアルでやる必要はないんですよ。今日のメールは今日書かないといけないってわけじゃないんで、1ヶ月前にメール書くこともできるし、別に。ただそこを、まあ、そういうね、今はその、まあ昔からメルマガありますけど、まあ、ブログも昔からあるけども、今、YouTuber さん、まあ、ここ数年かな、予約投稿。昔はね、十何年前 YouTube が出た時は予約投稿なかったんですよ。でも、ほとんど今、その、設定できちゃうので、まあ、それはまあ、自分がどうやりたいかっていう、その方向でやればいいと思うんですよね。だから今、本当、まあ、僕は YouTube の予約投稿、本当に楽、ありがたいなと思いますね。楽になったなっていう。昔なかったんで。はい。まあ、ということで、今ね、うまく結果が出てないっていう方は、まあ、今回の記事を読んでいただくといいんじゃないかなと思います。結構、まあ、全員じゃないと思いますけど、稼げない人の結構な割合でクレクレ精神がめちゃくちゃ多いですね。結構な割合で。それじゃあちょっと稼げないですね。そのクレクレ精神のベースが結局ビジネスやるとお客さんから金くれっていう、もう売る、どうやったら売れるかとかね、どうやったらどうのこうのっていう、そっちのノウハウばっかなんですよね。
だから続かないんですよね。はい。まあちょっといろいろ申し上げましたけど、まあこれから、まあ中長期ビジネスをこういう、ちゃんと安定してビジネスやっていきたいという場合は、本当に先に提供するのが当たり前、ギブするのが当たり前ぐらいのセットでやらないとダメですよっていうお話ですね。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。